青山縁座松、竜岩尾寺は、東京都渋谷区にある臨済州南禅寺派の寺院。慶長年間、官室によって解散された。江戸時代の地市、新編武蔵風土紀行では、慶長7年の創建としている。元は、名主の繁栄門の屋敷であったが、官室を住まわせて寺院化したのが、当時の由来である。幕末から明治初期にかけては、一時順水尾していたが、 1897年頃までに復興している当時の前の坂を、ぞろい坂という。53年の役に出征する玄吉家の軍勢が、この場所で軍勢を揃えて進軍したことが魚の由来となっている。境内には、吉家が腰掛けたと伝わる腰掛け石がある。この腰掛け石の側には、松尾芭蕉の春も、やや景色ととの不月と梅の区比がある。 この区域の上半部は1945年の空襲で欠損している。かつては、笠松または、縁座の松と呼ばれる松の名木があった。富岳36系や江戸名所杖にも取り上げられるほどの名所であった。しかし、その後枯れてしまい、この松は現存していない。当時には、蛇体弁店という弁祭店を所蔵している。明治期に、 当時の住職が境内の崖に埋もれていたのを発掘したものである。原宿の弁天の異名もある。ありがとうございます。